ウイスキーがお好きでしょう。どうもこんばんは、俺のモルトです。やばいやつが来たと思っただろう。俺もそう思う。今日からウイスキーブログを始めることにした。よろしく。嫁と娘の3人暮らし、まあ言ってしまえばごく普通のサラリーマンだ。俺は毎日寝る前にウイスキーを飲んでいる。そのウイスキータイムがもう至福で、みんなにもお勧めしたいと思っている。ちなみに嫁はこの俺の部屋を見てドン引きしている。無理もない。そして娘はというと、俺が毎日ウイスキーを飲むもんだから、ウイスキーに興味を持ってしまった。将来が心配だ。でも内心は嬉しくもあれ。娘が成人した時には20年もののウイスキーで一緒に乾杯したい。このチャンネルでは年間3000杯のウイスキーを飲むこの俺のモルトが、ちょっと分かりづらいか、700ミリのフルボトルが月に10本からになる計算で、それほどにウイスキーを愛するこの俺のモルトがおすすめするボトル、気になったボトル、かっこよすぎて、あるいは可愛すぎて思わずジャケ買いしてしまったようなボトル、まあいろんな種類のウイスキーを紹介していく。そうね、例えばグレンファーグラス、めちゃくちゃ可愛いでしょう。これはスコットランドのウイスキー。あとはそうだ、これどうだ、これなんかめっちゃかっこいいでしょ。ジャック・ダニエルシングルバレル。ジャック・ダニエル有名な酒だが、これはちょっと一味違う。これはアメリカのウイスキーで、ボトルにもそれぞれロマンがあるんだ。まあうがった見方をすれば、俺はコスパのいいウイスキーをたくさん知ってる。逆におすすめできないウイスキーもない。これからこのチャンネルを見てくれるみんなも、自分好みのウイスキー、つまり自分だけの俺のモルトを見つけるたびにお連れする、誰にも邪魔されない孤高のウイスキータイムを探求していただこう。それをささやかな楽しみとして、共に今のストレス社会を乗り切ろうじゃないか。そんな大人の秘密基地的なチャンネルにしていこうと思っている。次回から早速ブチかましていくんで、みんな期待していてくれ。それじゃあ今日はこの辺で、ブエナスノーチェス、おやすみ。